インダス川の流域図、ビアース川は、インド北部を流れる河川。インドのヒマーチャルプラデーシュ州中部のヒマラヤ山脈に、源を発して、パンジャーブ州でサトレジ川と合流する。全長は 470km で、流域面積は2303平方 km で、ある。ビアース川はベーダでは、アージクや、古代ギリシアでは、ヒファシスと呼ばれる。ビアスという名は、 ビアーサの天下であるとも言われる。伝説によると、ビアーサは、泉源のビアースくんどこからビアース川を作り出したという。紀元前326年、ヒュダスペスカ半の戦いに勝利したアレクサンドロス3世の軍勢はビアース下半で休めていた。この時、すでに故郷を8年間離れている兵士たちはそれ、以上の進撃を拒否した。 アレクサンドロス大王は3日間テントにこもっていたが、兵士たちの考えが変わらないとわかると、やむなく引き返した。ラージャシェハラのコビーミーマンザによると、プラティーハーラ朝のマヒーパーラ一世の知世では、王国の半島は最大になり、その北西は、ビアース川の上流まで達するという。20世紀になると、ビアース計画により、ビアース川沿岸の開発が始め、考えと、 水力発電のためのインフラが整備され、1974年にポングダムが、1977年にパンドウダムがそれぞれ完成した。ポングダムはタールワーラ地方の考えが主な目的だったが、すぐに水力発電の整備が整え、360メガワットの発電ができるようになった。パンドウダムはトンネルなどで火水をサトレジ川の、 発電所まで誘導して990メガワット出力の発電ができる。マナリの南にあるクールから見るビアース川と山、ヒマーチャルプラデーシュ州を流れるビアース川クールを、流れるビアース川でラフティングを楽しむ旅行者たち、パタンコットを流れるビアース川ビアース川は、ロータング峠の南にあるクールを通るところで標高4361メートルに達する。その後、マンディー県を通って、 カーングラー県になると標高は590メートルまで落ちる。カーングラー県のレイ近くで3手に分かれ、マーサルを通ったところで、再び合流する。ホシアールプルで急に北に転向し、カーングラー県との境界を形作る。そのまま、シバリク山の山陸を回って南へ向かい、グルダースプルとホシアールプルの間を通る。そして、アムリトサルとカップウルタラーの間を通ると、 サトレジ川に合流する。サトレジ川はそのまま、パンジャーブ州を流れて、バハーワルプル近くの宇宙で、ジェナーブ川と合流してパンジャナード川になり、最後は、ミタンコットでインダス川と合流する。1960年のインドパキスタン間のインダス水、ミズ協定では、ビアース川はインドに割り当てられている。2014年6月8日、工学部の学生24名とツアーガイド1名が、 ビアース川で溺死した。当時ラールジダムの水門が開いているが付近には警告の縦札などがなく、学生とガイドはダムに立ち入って写真を撮っていた。すると水位がいきなり1.8メートルまで上がって、25名全員が流されて死亡した。ありがとうございます。